はい、今回はですね、筋肉マン2世のオール超人大進撃に登場していた超人ですね、ザ・ドゥームマンを紹介していこうかなと思います。一応オール超人大進撃のラスボスにあたるキャラクターですね。早速基本データからいきます。身長221センチ、体重162キロ、超人強度が150万パワー、イラク出身ですね。で、学研の図鑑超人の説明を引用するとですね、悪行超人でサタンから受け継いだ地獄のアーマーを身につけています。で、鎧の力で体を球状に変化させるなどの攻撃もできますね。はい、で同時にですね、まあ、アーマーによってですね、人格もにも影響を受けており、残虐な技を駆使する非常のファイトも展開しますね。ちなみに肉知識の方にも書かれていたんですが、電車ではシートにあえて座らない立ち派ってことも書かれていました。これは原作ですね、まあ、電車で移動してたのかな、その時にケビンとねドゥームマンがいて、かたくなに2人ともね座ろうとしなかったんですよね。はい、ちなみに笑い声って言っていいんでしょうかね、あれはザオザオでしたね。まあ、筋肉マンの超人って結構個性的な笑い方をする超人多いんですけど、その中でもそこ結構異質な方かなっていうのは思いましたね。はい、でそんなドゥームマンなんですが、本当の姿はですね、その動物にも優しい眼差しを向ける温和な性格だったんですよね。しかもいじめられている弱小超人だったんですよ。まあ、それで後でもちょっと説明するんですが、地獄のアーマーを身につけて強化されたんですよね。ただですね、その万太郎との、ね、戦いを通じてですね、その本来持っていたその隠された戦闘の才能っていうのも開花させていくんですよね。だから本来は弱くはなかったんですよね。はい、ね、主な必殺技なんですが、例えばですね、ドゥームボール、ドゥームドリーマー、アルマゲドンハンマー、治水十字剣、ギムレットホルン、ストロンゲストボム、ハイジャックギムレットの結構多彩な技を持ってますね。これでまあ一応一部紹介してるんですけれども、ちなみに治水十字剣っていうのは、まあ、肩の部分のね十字剣を回転させるっていう技なんですが、まあ、これでケビンマスクのオラップを破っていますね。はい、全般的にはね、ドゥームドリーマーみたいな技もある、まあ、プロレス系の技もあるんですが、要はその地獄のアーマーに備え付けられた武器を使用する技が結構メインかな。うん、あとは球状になってボール状になってね、相手にタックルかますっていう技、そういったものが多いですが、ギミック系が多いイメージですね。で、まあ、地獄のアーマーについてもですね、お話ししておくと、この地獄のアーマーっていうのはですね、悪魔超人界に古代より伝わるものっていうことです。これあくまで、まあ何、そのオール超人大進撃の設定なんですけどね。はい。で、なんですかね、その、オール超人大進撃で登場した時っていうのは、どっかの洞窟に、置いてあったんですよね。で、それをドゥームマンが見つけ出して、まあ、地上最強の超人になりたいっていうね欲望に駆られるわけなんですよ。サタンのそそのかしもあったんですけどね。はい、で、結果としてサタンからその地獄のアーマーを受け継いでいるんですよね。ただですね、受け継ぐ際にはですね、サタンからその非常の強さが必要なんだってことを言われて、結果としてね、一緒に連れてきてたその猫のミーちゃんってのがいたんですけど、その猫のミーちゃんを見捨ててしまったんですよね。結局そのアーマーを手にしてですね、でちょっとサタンにまたねそそのかされて洞窟が崩壊し始めちゃったんですよ。その時に、まあ、ミーちゃんを助けずに見捨ててしまったってことなんですよね。まあ、これがちょっとおいおい影響してくるんですけれども、で、ちなみにあとですね、地獄のアーマーっていうのはですね、その観客などがですね、ドゥームマンに対して怒りや憎しみを投げつければね、投げつけるほどね強力になっていくんですよ。つまりその怒りとか憎しみっていう感情を吸収して強化できるっていうことなんですね。チューンアップされるみたいな表現されていましたけどね。だからまあこの設定、まあこの時っていうのはね、まだこの新ストーリーのサタンほどね、その構想はなんていうかな、あんまり考えていなかったのかもしれないんだけど、まあね、やっぱ 全シリーズを通してサタンっていうのはそういった憎しみとか怒りっていうものを司るものかなっていうのは思うんでね、まあ、なんか気が早いんですけど、どうしてもやっぱそういった負の感情を司る元神様なのかなっていうのはちょっと思っちゃいました。はい、
でちょっと話を戻すとですね、強化された地獄のアーマーっていうのはね、技も強力になりますし、あとね形状もちょっと変わってくんですよ。なんか鎧武者みたいな感じになってきますね、どんどんパワーアップしていくと。で、まあそんな感じです。で、次にですね、戦績を紹介しようと思います。ザ・ドゥーム・バーンはオール超人大進撃の超人一等祭から登場していますね。まあ、超人一等祭っていうのは要は悪行超人と正義超人合同で開催される超人オリンピックみたいなものなんですけどね。で、予選のですね、巨大運転長時間ぶら下がりんっていうのがっていう競技があったんですけど、まあ、単純に運転にぶら下がり続けるだけなんですけどね、途中で乱闘になりますけどね、その時にあのジェイドを、ね、失格に追い込んでいます。はい。で、まあ、決勝トーナメントの方なんですが、まずですね、フィオナ、女性レスラーですね、フィオナと対戦して勝っていますね。決め技はメテオスライサーです。はい。で、序盤こそね、フィオナの攻撃を受け続けてね、劣勢に思われたんですが、ドゥームボールをですね、フィオナに直撃させた後は、ほぼ一方的な展開になりましたね。はい。で、最後はメテオスライサーでコスチュームごと体を切り裂いて勝利っていうことでした。っていうかね、あの、コスチュームしか切り裂いてなかった感じでしたね。はい。まあ、この技で結局失神してしまうんですよ、フィオナが。それで勝ったってことですね。ただですね、残念なことにあの、ポロリのシーンはなかったですね。しっかり胸のあたりもですね、手でガードしていました。しかもあの、ケビンがコートでね、隠してくれたんでね。はい。で、次にそのケビンマスクと対戦して、ここでもね、勝利してるんです。そう、ケビンに勝ってるんですよね。トランポリンオクタゴンリングっていうとこで、対戦してるんですが、だから、トランポリンなんですごいね、吸収する、衝撃を吸収してしまうために落下技がほとんど役に立たなかったんですよね。だからロビンスペシャルとかビッグベンエッジがほとんど使えなかったって感じだったんですよ。ただまあそこはね、ケビンマスクね、そのメイルストロームパワーをね、使ってですね、鉄柱を溶かして鉄製のリングを作ることによって、まあ落下技を有効にするなどね、なかなかね、クレバーな戦い方をしていましたね。はい。ただ、その途中ですね、なんつって言ったらいいのかな、あのドゥームマンが荒ぶる攻撃をね仕掛けてきて、でそのリングの外の一般市民とかにもね被害が及んだんですよね。で、まあ人、まあ、その人間もちょっと怪我したし、あと建物とかもねちょっと壊してしまって、で中にはその線路もちょっとね破壊してしまったんですよ。でそんな時ですね、その電車が走ってきて、でそのまま走ってくると脱線してしまうっていうことになってしまったんで、まあ、ケビンはですね自分の鎧を脱いでその線路の割れ目に、ね、鎧を投げ入れたんですよね、脱線事故を防ぐために。でその結果その生身の体になってしまったんで、そこへですねあのドゥームマンのギムレットホルンとかねメテオスライサーをまともに食らって出血多量で失神してしまい敗北って、まあケビンが敗北ってことですね。ドゥームマンの勝利ってことです。だからなんて言ったらいいかな、これ実力っていうよりか地獄のアーマーの備え付けられた武器って言っていいのかな、うん、それでゴリ押したって感もありましたね。まあ強いには強いとは思うんですけどね。はい。で次に筋肉万太郎と対戦して、ここでは敗れていますね。すり鉢リングっていうところで対戦しています。あのオール超人大進撃って結構ね面白いリングが用意されてるんですよね。まああの文字通りすり鉢状のリングなんですけど、なんであのボール状に変形できるドゥームマンは縦横無尽にね移動できるんで有利だったんですよね。で途中ですね、強化された地獄のアーマーで、まあ最初は優勢な試合運びをするんですが、まあ、途中からですね、万太郎がその地獄のアーマーの一部を剥がし始めるんですよ。で、ちょっとね、苦戦するんですが、ただですね、その試合前にそのドゥームマンってもともと優しい性格だったんで、ね、猫ちゃんがね、いたんですね。で、その猫ちゃんにミルクをあげたんですよね。で、そのミルクをくれた猫ちゃんだけがですね、ドゥームマンを応援してたんです。周りはみんな、そのやっぱ卑怯な手を使うみたいな残虐なファイトを繰り返すんで、ドゥームマンにブーイングを食らわせてたんですけども、はい、猫ちゃんだけは応援してたんですよ。で、それが契機となって、そのドゥームマンは今度はアーマーに頼らずにね、戦うことを決心するわけなんですよね。そうするとね、なぜか以前よりも強くなってね、再びね、優勢になるんですよね。まあ、ミート曰く、まあ、最初の方にも触れたんですけど、本来は才能あふれる実力派超人だったんで、まあ、そこで
覚醒したんだねみたいなことは言ってましたね。でその後一進一退の攻防をね経た後ですね、まあ、結局は万太郎のマッスルグラビティを食らって敗北が確定します。ただここではですねまだですね試合は終了せずに、まあ、なんていうのかな、ルームマン自体が自分の罪をですね償うために完全にアーマーを脱ぎ捨てるんですよね。でそこで万太郎にとどめを刺すように要求します。で最後はツームストンドライバーでとどめを刺されたっていう感じですね。はい。でまあ、その後はですね万太郎たちとともにね正義超人の一員としてね悪行超人とね戦う姿が ありましたね。そこでまあこのストーリーは終了っていうことでした。で、まあ最後にですねやっぱこの地獄のアーマーってアイデア面白いかなとは思いましたね。やっぱりサタンが関わってるっていうこともあってですね今後似たようなタイプの敵が登場するかもしれんなっていうのはちょっと興味があるところです。はい。ってことで今回はこの辺りで終わろうと思います。ご視聴いただきありがとうございました。